この項目では、2008年シーズンの J リーグディビジョン2、について述べる。2008年シーズンの J2 のクラブは、以下の15チームである。J リーグディビジョン1、16位サンフレッチェ広島が2003年シーズン、以来5シーズンぶりの降格、17位バンフォーレ甲府が2005年シーズン、以来3シーズンぶりの J2 降格、18位、横浜 FC は2006年シーズン以来に、 シーズンぶりの J に降格、JFL からの昇格クラブは、ロアッソクマモトと FC 寄付である。3月8日から12月6日まで、全45節、計315試合が行われたが、J1 とは違い6月のワールドカップアジア予選の、間もリーグ戦が中断されることはなかった。なお、チーム数が15と奇数であるため、毎節7試合が組まれておりチチームは、試合がない。 リーグ戦は、広島が首位を独走。第一節から一度も、首位を譲ることなく、7試合を残して、J2 優勝と昇格を決定した。最終的に、2004年の川崎以来、J2 史上にクラブ目となる勝ち点100を達成。得点数も、大台に、あと1と迫る99に達した。広島以外の上位争いは、仙台、山形、湘南、C 大阪。 トスなどが団子レースを続けたが、山形が組織立った守備と、豊田洋平、長谷川優良 J1 クラブから、レンタルされた若手選手の活躍により、残り1試合を残して2位での昇格を確定。J2 創成10クラブから9つ目の J1 クラブ誕生となった。3位争いは3終節で、仙台が勝ち点1の差で、新大阪を振り切り、 入れ替え戦の出場権を獲得した。中位以下では、草津がクラブ史上最高の9位に入った。昇格組では、熊本が第3クールに8000無敗の快進撃を見せて12位、一時は3位に、つけた岐阜は13位の成績。なお、2年連続再開の徳島が、今年も不振に終わり、3年連続の再開となった。命名権の締結により、 三沢公園球技場は、シーズン当初から、日発三沢球技場に、愛媛県総合運動公園陸上競技場は、シーズン当初から、ニンジニアスタジアムに、四季島公園陸上競技場は6月以後、正田醤油スタジアム群馬にそれぞれ改名した。最終更新は2008年12月6日の、試合終了時出展、J リーグデータサイト順位の決定基準。 1>, 1、勝ち点2、得出点差3、得点数。2008年12月6日出点。J リーグデータ。ありがとうございます。